川島翔太郎騎手にお越しいただきました。今回お父様の川島正幸調教師が特別賞受賞となりましたが、お気持ちいかがでしょうか。そうですね、このような素晴らしい賞をいただけて、父に代わって心からお礼申し上げたいと思います。翔太郎騎手にとってお父様はどんな存在でしたか。そうですね、まあ大きすぎる存在だったんですけども、まあ常に強い馬作りを考えてたし、本当仕事熱心で、まあ家庭内でもそんなに優しいところは見せずに、まあ仕事で本当厳しく指導してもらうことばかりでしたね。2015年、お父様も見ててくれてると思うんですが、どんな姿を見せたいですか。そうですね、親父に恥ずかしくないように、これからもっと勝てるジョッキー目指して頑張っていきたいと思います。